回復力アップって結局積んだ方がいいの？うまい人がつけてる委員会3から6ギアパワー、今回はメリットデメリットを話していきます。まずはデメリットから。純粋にインク効率だけを考えるとメイン効率ギアの方がいいです。例えばインクタンクが空の状態からジムワイパーの縦切り一発を打つためのインク回復時間はこちら、わずかにメイン効率ギアの方が早いです。またメイン効率は多く積んでも1ギアパワーに対するギアの効力が薄くなりづらく、画面に映し出されているような3ギアパワーだけ委員会に置き換えるような運用方法でもメイン効率の方がインク効率がいいです。次はメリット。メインクやサインクはどちらかですが、委員会はどちらにも効きます。例えばジムやスシのようなメインとサブを両方高頻度で使ったり、打開時のボム投げなどは明確にメイン効率のみより委員会の方が汎用性があります。また上手いプレイヤーほどインク回復のみの時間は取らず、移動と併用させこまめに行っているので、結果的に委員会ギアの方がインク管理がしやすくなっています。だから常に移動し続けていたりサブを的確なタイミングで投げれる上級プレイヤーは委員会ギアを3から6ギアパワー積むんですね。